新幹線の中なので静かに雪景色綺麗でありますもうすぐ京都に着く今日は大阪で、ライブをやるため今新幹線大阪に向かっていますそこは雪景色今日の愉快の仲間たちはいつものようにりょうちゃんそしてあちらにりょうたちゃん愉快な、旅になりますように今日タイトルコールないの時を超えた名曲コンサート in 大阪に出演するために今新幹線に乗って大阪に向かってるんだよね、うん、え今日はリハねどこで大阪国際文化芸術プロジェクトに参加しに行きます。もう長いね。見て綺麗。外綺麗よ。もうちょっとしたら減速するって言ってた。ということで、また後ほどでした。相変わらず自分のことは自分でやるシステム。映って。映ってますよ。映ってますよ。え、自分のことは自分でやるシステム。荷物か衣装自分でも。あ、それ衣装ですもんねそうだよ自分のことは自分でそれ明日までお楽しみなんですもんねえまあ今回衣装を写すつもりはあまりないんだけどね今日は今回は裏側シリーズ裏側シリーズ毎回裏側じゃない表はないシリーズ裏側シリーズ私たちこれからラジオに出演しに行きますなんかの番宣ですか？はい、1月31日にアルバム35周年記念のアルバムディケイドを発売するにあたっていろいろプロモーション活動をいっぱいしている中の一環で、今日は大阪に来たので大阪の、FM 心じゃないよね心なんとかなんとかっていうラジオに、ラジオ局にね出演してプロモーションをまず、今日のリハ前こなしてね、はい、こなさせて一生懸命出演させていただいてねいただきますはいで今タクシーに乗って向かってます相変わらずのサングラスどこのですかってやっぱ聞かれるから。だからね、これ京都で京都の一人で。例のやつ？あのふと入ったお店の？そう、京都で一人でなんか散歩してた時にすごい眩しくて、でそういえばそろそろサングラス新調しようかなと思ってた時期でもあったから、たまたまいいのがあって、で紫外線余計のも紫外線 UV カットにもなってるから、これすごく目に優しい。確かにでも実物横で見ると分厚いですね結構ね。あ本当、うん？でもすごい軽いよ。分厚い意外と、うん。しっかりしてる。本当に？いい意味でね。いい意味でね。試しなで。あよろしくお願いします。あよろしくお願いします。すいません今言ったらこれちゃって。いつでしょ？FM 心。ではよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。31日にリリースしたニューアルバムデケイドシングスシネマティックぜひ手に取ってくださいわあ嬉しいいいんですかいただきます、はい、ありがとうございま す, い, ますいただけば頂戴します嬉しいなんかあ、写真こそうです100枚写真写真ごめんなさいあちらであこれは私の YouTube でありがとうございますありがとうございます色気半端ないですいやいやいやリハーサル、はい、リハーサル行ってくるあの初めてのオーケストラそうだよ、初めてのオーケストラいや時を超えた国粋の名曲を高岡早紀求められてるんじゃない、うん、求められてるの名曲を歌えよ高岡早紀時を超えた名曲時を超えたポップスの名曲をがしっ
かり歌えよ高岡さん。そうそうそう。後でも歌えよ高岡あと。リハーサルやってなんだけど、一次会、前打ちの二次会、前打ち上げの二次会を勝手に私たちやってます。疲れちゃう。疲れちゃうんだって明日いい日になりますよ。昼間、そうちょっとファミマに行こうかって言ったら、山根さんがいる。あれ山根さんだと思って。山根さん、山根さんって私が。誰か呼んでんねんけど、誰かわからなかったんですよ。いや、違う違う。まさかさっきちゃん思えへんから。最初にさきが呼んでも振り返らなかったから。私は遠慮してちょっとちっちゃめの声で。私が、山根さんも恥ずかしいだろうし、私も恥ずかしいだろうから、超でかい声で、知らないけど、山根さんって振り返ったんだよね。すごい美味しそうだね。これ見て、素敵、超ビューティー、うん、ビューティーをマグロ、うまっ、本当ね、よかった。もうなかなかこうやってさ、地方に来ないとさ、うん、ゆっくりさ、できないでしょ。うん、いかん、うん、そうでしょ。最後ってこれ10個ぐらい食べれる。結局食べる。食べる。ぐらい美味しいです。ありがとうございます。美味しいんだ。美味しい。え、魚だけに、魚だけに、魚だけに、魚、あ、見て、何？超美味しそうじゃんこれ。この顔。と、激うま、激うま？イカを忘れないなんか。何？まあいいかみたいな。やられた。何この人たち。何なの？イカ忘れるでしょ。うん。え、イカを忘れんの？うん、忘れてもいいかみたいな。うまっ。美味しいね。うん、美味しい。なんかいっぱい。はい、このオムライスをいただきます。ありがとうございます。はい、もうさきちゃん妊娠してるからもう。あ、だからよく食べはるんです。そうなの。いいですね。いいですね、だって。いやいや。はい。いいじゃないですか。ね。大スクープだからこれ。え、やっぱりそりゃそうやんね。ねえ、そうだよ。でも寿司屋に言う話はもうスクープにならんな。なんないよ。あ、でも最近ね、俺もうあるじゃないですか。なんとか YouTube、うん、あんなに上げられたりするときあるでしょ。YouTube はこれだから。それ上げるの、今の言うてんのほら上がるんちゃう。で、YouTube じゃなくて上がるの。今妊娠するからねとかで上がるんちゃう。で、大スクープなるよとかいうのもそれ上がるんですか。 YouTube の大スクープは、じゃあ今回は大スクープっていうタイトルにした方がいいかな。高岡さき妊娠説。なぜか知らないけど、今日はももこさんと。ハイヒールももこです。こんばんは。大阪の夜にいらっしゃるということで、ご了承しました。いや本当に今日は25年か30年ぶりの共演でーす、うん、ありがとうございます。まこさん YouTube とかやってないやってますよ。え、マジですか。ずっとやってます。え、じゃあ今度なんかコラボとか、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。でも私ただ、うん、私の YouTube は毛染めしたりとかだけなんです。毛染め、自分の家の毛染めしたり、うん、家族でご飯食べてるとか、うん、あ、家族でご飯とか、私も家族でご飯のこととかやってるので、やりましょう。じゃあまたお互い YouTube に入れたいと思います、はい、ありがとうございます。今日はそんな感じで終わりました。明日は本番だけど、本番はどれか分からないけど、おやすみなさい。おはようございます。リハーサルです。はい、今日はあの6時半から本番なんで、その前に投資リハーサルがあるっていう。じゃあもうすぐリハーサルなんで、はい、後ほど、後ほどです。ほら、大阪に来たから大輔くんありがとう。たこ焼き買ってきてくれた。ね、これ撮ってんのにニョロも先食べちゃったんだね。あ、ごめんごめん。わわ食べもわなんか。へえ、ほら、暑いんだって。大丈夫かな。やば、あ、やけどしたらさ、うん、ここから歌うんだよ。おいしそう、おいしそう。ハフハフ。どう？食レポ。食レポ。カリカリで美味しい、周りが。これ何味だった？さっぱりしてる。あのマヨネーズと
ちょっとだけお醤油がかかってるかかかってないかくらいの、うん、マヨネーズすごく美味しい。たこ焼きマスターだからたこ焼きこの間ちょっと作ったからさ、うん、もう調子乗ってね、調子乗っちゃってね、うんうん、美味しい。では高岡早紀さん、よろしくお願いいたします。おじゃです。おじゃちゃんと一緒に歌わせていただきました。さきさんと一緒に歌わせていただきました。いつも YouTube 見てます。お母さんが見てる。お母さんが見てる。すごいお母さんが見てて。でも今日 の, 自分ホテルで準備しながら、さきさんの料理動画見ながら準備してた。本当かさみたいな。そんなことをしてさ、なんかさ真剣にできなくない？おいストレッチも私見ながらよかった。さきさんのステージ素敵でした。とんでもない、なんでそんなこと言うの？なんでありがとう。いやもう本当に、いや違う、さっきもほら司会の人で、いやこんなことしてるんですけどうまいですねうまいですねとか嬉しいですよ。うまいですねとかちょっと恥ずかしくない、うまいですねとか言われたらどういう気分？一応プロなんで。だからほら例えばさ、私なんか止めた方がいい。全然止めないで。そうそう、お芝居うまいですねって言われてるんです。お芝居うまいです、職業なんで私じゃない。これ使えない？使えるよね。でも意外と嬉しいですよ。あ、本当に、うまいね。ずるい。うまい。嬉しいです。すごい離れしてる。さきちゃん、さきさん家にご飯食べてきた。え、本当？さきさんのご飯食べた。いいよ。いいよ。いいけど、はい、私できないんだよね、料理。すごい上手。作ってるじゃないですか。うん、作ってるけど。もう欲しがりだからね、もう。欲しがり。欲しがり。上手。ありがとう。頑張る。消そうか、やっぱり。今後ぜひお願いします。うん、ぜひ来てと。ほら、私たち踊りに行ってくるね。じゃあダンスタイム行ってきます。はい、行きましょう。クリスマスです。私の YouTube チャンネル持ってるんですけど、最高。はい、もう今日はクリスさんこうやって撮るとでっかいでしょ。でかいでしょ、うん、入らない。入ってるよ。入ってる。多分もうスクリーンの半分ぐらい撮ってる。本当だよね。もうちょっとそっちずれてもらっていいですか？そう。ビジュリさん、ありがとうございます。登録よろしくお願いします。いいねも、はい、お願いします。Like、Subscribe、Follow。英語でもやっといていただけると。ありがとうございます。はい、無事に終わって新幹線最終でもないけれども乗って帰ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、でも大輔お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ今日はこれでまた、チャンネル登録といいねお願いします。